いて、竜骨腕また吐いて腕は銀河系の過剰腕の一つである。それぞれの腕は銀河角から放射状に伸びる長くカーブした薄い構成の集まりである。このような大規模構造は通常数十億個の構成と数千個のガス雲から構成される。いて、竜骨腕は多くの若い構成や巨大分子雲からなる銀河系で最もはっきりした腕の一つである。 銀河系の過剰腕の外略銀河系は、棒渦巻き銀河であり、中央の棒から二つの大きな腕といくつかの小さな腕が放射状に出ている。いて、竜骨腕は二つの大きな腕である。縦、ケンタウルス腕の内側、ペルセウス腕の外側に位置する。この腕が夜間に地球から見ると銀河角の方角、おおよそいて、 座と竜骨座のあたりにあることからこの名前が付けられた。いて、竜骨腕は、銀河角から外側に向かう竜骨腕と、そこからさらに外側に向かういて、腕の二つに分けることができる。2008年、スピッツァー宇宙望遠鏡による赤外線観測で、いて、竜骨腕には、上儀腕などと比べると、若い構成が、比較的少ないことが明らかとなった。 これは、いて、竜骨腕が分子であることを示している。アマチュア用の望遠鏡や、双眼鏡でも、いて、竜骨腕の中に、多くのメシエ天体や、その他の天体を観測することができる。代表的な天体には次のようなものがある。ありがとうございます。